お、どうも、腹痛ドーパミンの、はるかりやでございます。はい、というわけで恒例のなんかダスト君が呼び出したコーナーで す, です、ね、なんか呼び出されたんですけど、今日何ですか。もうなんか、君だる前にさ、顔お前にさ、あれじゃん、人の趣味をちょっと押し付けてほしいみたいな話をちょっと聞いて、はいはいはい、僕は、まあやっぱアニメ、ゲーム、そういうの大好きだ。任せてください。まあ、いわゆるオタク文化大好きですよ。もうカードゲームとして、バイス・シュバルツというのがあるんですね。はい。まあそれをちょっと今回、まあアルカディア君にも知っていただきたいなっていう意味も込めて、知りたいです。まあカードに効果があるわけですよ。はい。何々っていう効果があるで、はい、その単語を読むから、それを何なのか当ててもらいたい。OK です。それじゃあ、じゃあまず1個目。応援。まあ応援といっても俺これしか出てこないかなって感じですね。じゃあお願いします。味方のテンションが5上がる。あーいいね。攻撃力とかっていうのはあるんですか。ありますね。攻撃力全然あります。まあ一応刻みとしては500が最低ラインで、まあ一応その500ずつの刻みではあるけど、基本的には1000とか2500とか。じゃあ応援は何ですか、教えてください。味方の攻撃力1000アッププラス相手がその応援に萎縮されて玉拾いっていう最後がわけわかんない。そのプラスしたやつがなければまあ8割方正解なんで。あ、そうなんですか。こうでバレーボールとかさ、ここ吹奏楽部もすげえんだぜみたいな。ずっと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 、おっ、何ですか本当の効果。このゲームって前列と後列っていうのが考え方としてあって、一応戦うのは前列なんですよ。後列にその応援持ってるカードを置くと、前列とかにいるカードの攻撃力が1000とか2000とか上がるわけですよ。攻撃力を出してる時に前列のやつらの力を上げる。それは応援です。集中。おお、言葉としてはすごい分かりやすい。集中か。市原隼人さんじゃないっすよ。いいっすか、じゃあ。はい。もう頭痛集中すると頭痛くなるじゃん。あー、もうこれもプレイヤーの単純に頭が痛くなる。あ、バファリン必要みたいな感じで、ね。はい、僕はエキセドリン派ですけど。何でもいいやんな。聞いてねえ。じゃあもう言っちゃっていいっすか。はい。まあ、集中っていうのは、基本は集中っていう効果を使うと、山札からカードを4枚引いて、そこからそのカードによって変わるんですけど、キーとなるカードがその4枚の中にあった場合は、その枚数分効果を発揮する。例えばその控え室、まあ、いわゆる墓地ですね。その控え室からカードを回収できるっていう効果を、キーカードがその4枚の中に入ってたら、その枚数分2枚ぐらいのキーカードが入ってた場合は、その控え室から取るっていう効果を2枚。そうなんで、まあ、その4枚引いて効果が、その効果に準ずるカードが中に入ってたら、カードの枚数分効果、そういうのが含まれてたらってことね。そうって感じ。こういうことね。そう、まあそんな感じ。なるほど。このゲーム結構何枚もカードを掘り進めるっていうか、ドローしてダメージを1くらって、墓地のカード全部山札にしてシャッフルして、もう一回山札として使うことができるんですよ。ああ、そのなくなったから負けっていうのはないわけね。そう、つまりずーっとそれでどんどんデッキを回していくゲームなんですよ。助太刀。これに関しては助太刀だけじゃなくて、大抵もう一個つくんですよ。でこのカードの場合は助太刀1000レベル1とついてます。助太刀プラス1000ってことなんで、やっぱその攻撃力みたいなのが足されるんじゃないか。おー、いいですね。こんな感じですよ。あーなるほど。装備カードね。装備カードするときにこう後ろにヒュッて重ねるじゃないですか。こうプラス1000みたいな。なるほど。遊戯王でもモンスターカードだけど装備カードに変わるやつとかいるじゃないですか。うんうん、そんな感じで、もうそのキャラクター同士がくっつく。あーなるほど、ね、ちょっとエロいけどね。こうなると、やめなさい。スケダチョンって何なんですか、じゃあ。それこそ遊戯王で例えるならば、オネストっていうカードがあるの分かります？そうなんですよ。あの効果って分かります？あ、覚えてないです。敵から攻撃を食らうときに、このカードを手札から捨てることで、その攻撃力を足すことができるんですよ。なるほどね。プラス1000ってことか。そう、今回の場合はプラス1000。受けたときに、シュッてやると、よ、1000プラス取れましたけど、みたいな。そんな感じ、その、まあ、手札から発動できるカード。なるほど。奥が深いですね、結構。そうですね、まず自分もまだ全部ルール把握しきれてなくて、まだ教えてもらいながらやってる身なんですよ。ダスト君のデッキ使ってやってみるかっていう。タコピーもなんかやりたいやって言ってるんで、まあ、俺もちょっと興味湧いた方がいいかなと思って、じゃあ、始めましょうか。はい、まあ、さっきその装備っていう、キャラクターどうしてくっつくっていうことがあったじゃないですか。やっぱり、セックス。